マダガスカルの釣り用の伝統的なホツキ、ピローグラオスシーパンドンのピローグマダガスカルのピローグ、マリニジェール川のピローグカラジャ族の土人形ピローグ、フランス語、ピログエ、パイ、ピラグアやピラガトモは、小型のボートのうち、丸キ船や土着のカヌーを指す。スペイン語のピラグア、パイは、カリブ語のピラグアに由来する。ピローグは特定の船を指す語ではなく、 かつて、スペインやフランスに植民地化されていた地域で使われる、土着のボート、特に一本の丸太から作られた、丸木船のことを言う。フランス領西アフリカでは、伝統的な漁師が使う手作りのバナナ型ボートのことを指す。マダガスカルにおいては、より成功なオーストロネシアのアウトリガーカヌー、ラカナのことも含んで言う。ピローグは普通、シングルブレードパドルで操縦する。 浅瀬では、プッシュポールを用いたパンティングも可能である。小型の方を張る場合もある。多くの地域において、船外機も用いられている。選手に、重荷とグランダーバスが取り付けられた。ルイス・クラーク探検隊のピローグ626年、アァール人がコンスタンティノープルを包囲した時、スラブ人は、ピローグで、金閣湾を渡って、ブラケルナへの定地にある海岸に上陸し、 あらゆる防御策を講じられつつも、境界を略奪した。17世紀から18世紀にかけて、カリブ海の海賊がピローグを用いて、スループやバルシャ島の大型の船を攻撃したり、略奪行為をしていたという記録が残っている。ピローグは、海賊やバッカニアによって、現在のメキシコ湾、メキシコ湾岸、アメリカ合衆国先海岸に渡り、カリブ海地域では広く使われていた。 多くの場合、偵察船や、テンダーボートとして用いられていた。1804年から1806年にかけて、ルイス・クラーク探検隊は、水売り川西方の探検でピローグを使用した。バトーと呼ばれる平底の船も使用していたが、大きな川でしか使えなかった。彼らのピローグは8人の創始と1人の水先案内人を乗せた、中型船で、 ハットンの貨物を運搬することができた。ヘンリー・デービッド・ソローは大型のピローグを使っていることを著書メインの森で述べている。ありがとうございます。